マリア君、マサキ、カナタ君、カネシロ、メグル君、カネシマ、リッカさん、荒垣伊藤シェフ、はい、池由美さん、はい、ちょっと緊張してます。じゃあ、ひろとくん、ひろとくん、ダナハゆいとくん、最後に豊島ダンくん、今日はちょっとみんな大勢の前で緊張してると思うけど、ペガサス組はキラキラ星とサンタッタを発表したいと思います。それじゃあ皆さんお願いします。ありがとうございました。さあ、以上未来家内、今週は沖縄市の道小保育園の子どもたち、そして今日はクリスマス会の様子を聞いてもらいました。明日もこの時間お送りしていきます。このコーナーは社会福祉法人人福祉会道小保育園花風美里保育園の提供でお送りしました。さあ、時刻は5時40分になりました。この時間はですね、まあ、毎週木曜日の5時台にやっていたコーナーですけれども、まあ、今日は2016年、まあ、ラストの放送ということもありまして、はい、沖縄市の37自治会の中からですね、役員の皆さんにもう最後の放送なので、まあ、揃って来ていただきました。じゃあそれぞれの、まあ、マイクがありますので、じゃあ自己紹介よろしくお願いいたします。はい、こんばんは。沖縄市自治会長協議会の会長、そして県、山里自治会の会長を仰せつかっております喜友名秀樹です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、こんばんは。自治会長協議会の副会長をしてます、遠山です。ご育の自治会長もしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、こんばんは。事務局長を見ております浦です。千葉な自治会長を務めております。よろしくお願いします。こんばんは。諸見里自治会の知念佳役です。協議会では会計を任せられています。一応大蔵省と言われてるんですけどそんな会金があるかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、このコーナーもですね、まあ、5月の5日、うん、子どもの日からスタートしたんですけど、その時の、まあ、最初のゲストがですね、キューナさんでした。はい、さあ、もう半年経過ですけれども、はい、半年ちょっと振り返っていきたいなと思うんですが、はい、その最初の放送の時とかって覚えてますか？そ
そうですね、あのおそらく気温はそんなに変わらなかったんじゃないかなと思うので、確かに暑さ、はい、それだけははっきりと、ね、半袖でしたよね、はい、そうですね、今日も半袖ですもんね、はい、少し雨が降ってきたかなってびっくりしました、今日もね、カリシメア姿でそんなのはどうでもいいってこと、はい、いや、実は5月、はい、このコーナー最初にスタートするきっかけが、まあ、森さんと、まあ、自治会の、はい、まあ活動をアピールできないかということ で、まあ、その中で自治会の加入率を伸ばすことができればいいなということでスタートしたのをはっきりと覚えております、うん、はい、またそれから各役員の皆さんもご出演されましたけれども、浦さん、はい、あのラジオ出演多分準レギュラーぐらいだったんじゃないかなと気がしてますけれども、ちょくちょく来てますね、はい、その第1回目の時も10分程度っていうのは私言いたくて15分ぐらい喋ったような記憶があるんですが、ね、先月もちょっとあのお邪魔しまして、うん、子ども会の宣伝しながら子どもたち3名連れてきてですね、うん、おしゃべりして、きましたけど、大変子どもたちもいい経験だったということで、うん、楽しかったということで、あ、嬉しいですね、はい、ね、よかったですね、帰りにおごってくれということでお菓子せびられて、あ、そうなんですか、まあ、お菓子で釣ったみたいなもんですさあ遠山さん、あの、はい、ご役としては、まあ、公民館建設の話が印象的なんですけど、はい、 そうですね、はい、その後いかがですか。あ、もう具体も終わって今中の内部入ってますよ。わあ、すごい、はい、多分前出た時はね、あの今から建てるっていう話をしてたんですけど、そうそうそう、もう2月3月にはもう完成しますので、もう大きく前進して新年度からもうじゃんじゃん人が来るんじゃないかなと。なるほど、楽しみにしてますよ。じゃあ来年のじゃあ春にはじゃあ完成している予定。そうですね、うん、はい、なので、自治会の会員もたくさん増えて、うん、公民館利用する人が増えるんじゃないかなと期待してますね、うん、なるほど、楽しみですね、新しい公民館ね、はい、じゃあ知念さん、はい、あのこのラジオ出演なかなかこう慣れなかったと思いますけれども、はい、ご出演された時のこと覚えてますか。はい、覚えてます。ですね、多分食べ物の話が多かったんじゃないかなと思ってあの、100件通りの話も多分したと思って、うん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 、子ども会が多分話が多かったと思います、うんうん、まあ、このやっぱりラジオの出演にあたって、まあ、各地域の人からのこう声とかがねすごいこうあったりとかすると、あ、聞いてる人いるんだなとかいろいろ感じますけれども、さあこの時間ですね、テレア自治会のマダムさんもお越しいただいております、はい、すいません、遅れてすいませんでした今歯医者に行って歯医者に行ってきましたお昼の弁当食べたら歯が抜けちゃって刺し歯が今直してきました。今は笑いますからさっき笑えなかっただからマスクしてたまあお忙しい中ですけれどもまたマダンバシさんもあの浦さんと同じくですね、はい、結構準レギュラーに近い形で本当ですねご出演されてましたけれどもよくお越しいただきました ね、はい、どうもありがとうございました。ラジオ出演振り返ってみていかがですか。いや、もうあの楽しい番組なんてね、うん、出演するのもやっぱり楽しくて、でやっぱりあの聞いてる皆さんがリスナーがいるっていうことがとてもあのありがたかったですね、うん、で自治会の方でこういうあの事業やあの行事をやってるっていうのをあの地域の皆さんに知ってもらってあの知ってもらえるっていうことがね一番 の、 あの感謝でした。本当にありがとうございます。さあ、清野さん、まあ、今年振り返ってみると、はい、いろいろこう自治会長議会としても動きがあったと思いますけれども、はい、よくご存知で、はいはい、新聞とかでもね、はい、結構自治会の話題が載ってましたね、はい、うん、まあ、おかげさまでですね5月スタートして、まあ、いろいろな方に、私どもの課題と含めて知っていただいてですね、実はあの9月にですねあの沖縄市と私たち自治会長協議会とあとあの県の中部宅地建物取引業者会の3社で自治会加入促進に関する協定書を結ばせていただいたんですね、うんうん、でその3社をきっかけにスタートとしてですね今度11月にですねこの3社プラス沖縄市の PTA 連合会そして沖縄市の社会福祉協議会の2つの団体を加入しまして5社でですね、はい、今度自治会加入促進協議会を設立いたしまして、うん、まあ、新年度に向けてですね今あの準備をしているという状況ですね、はい、じゃあいろいろこう変化、まあ、動きがあった1年だったわけですね、はい、そうですね私たちとしてはですねこの今まで自治会における
まあ、もちろん加入だけではないんですけども、まあ、防災防犯、含めて、そういう部分の取り組みの協力者をどうやって得るかというところだったんですけども、こういった本当に、今回ですね、協議会設立することにあたって、まあ、多くの方々に私たち の, まあ、活動を知ってもらう機会になれればなというところですね、はい、なるほど。皆さん僕らもね、はい、この各自治会長さんがこう各地域の歴史の話だったりとか、うん、イベントのお知らせをすることで、あ、こんな習わしがあったんだといろいろね、うん、発見ありましたよね。そうなんですよね。この本当に7ヶ月ぐらいで、うん、もう37の自治会の中30ぐらいのほどのもう自治会長さんにいらっしゃってね、お話伺ったんですけれども、うん、本当にもう再発見が本当多かったですね。多かったですね。あ、ここにこういう歌木があったんだとか、そういう、ね、うん、ガジュマルがあったんだとか、大木が、ね、大木があるんだなとかね。いや、足を運んでみたくなった方も多いんではないでしょうかね。さあ2016年はもうこの辺でエンディングというかね、もうそろそろもう日数も限られてますけど、はい、木村さん2017年は自治会長議会としてどんな風に方向性というか。そうですね、実は私は任期満了でクビになる予定なので、クビっていう言い方じゃないですか。いや、まあ、先ほどお話しした加入促進協議会、をですね、せっかく今年度協力いただいて立ち上げることできましたから、そこの活動をしっかりとまた、サポートもしくは、中心となってですね取り組んでいけたらなと、うん、まあ、これは沖縄市だけではなく全国的に大きな課題ですので、うん、そういった部分をですね、みんなで話し合ってどうやって地域が良くなるかというのを我々だけではなくて、多くの方々の力をお借りしてできればなという年、の第一歩になればなと考えております、うん、はい、浦さんいかがですか。僕らも、こういった、5名揃ってですね、はい、急な会長を筆頭に頑張ってきていい年だったと思います。また来年も木戸会長クビなんて言ってますけどね、再雇用してですねまだ木戸会長を筆頭にそのせっかくの、加入促進協議会も立ち上げておりますので、これが成功するまでは、まあ、若いし引退をさせませんので、うん、そういう意気込みで私たちも一緒に頑張っていきたいなと思ってます、うん、さあ続いて遠山さん、はい、いかがですか。うん、そうです今、ね、眠りそうでした。何でしたっけ。いや、さっき もう2人からあったとは思うんですけども、その今県内で多分すごく注目されてると思うんですよ、各市町村で、まあ、問い合わせとかも結構あるっていうことですので、はい、まあ、先駆けになってですね、後手後手にならないように、いい見本が作れるように頑張っていきたいなと思います、うん、知念さんいかがでしょうか。はい、加入促進で協議会が一生懸命私たち会長ともに頑張ってますので、来年は多分50名から100名ぐらい各自治会に入ってくれれば、うんうん、私たちもこのやった会がありますので、このまた毛利のこの FM ラジオに出て PR もできたので、はい、本当に大変喜んでます。ありがとうございました。さあじゃあラストマダマさん。はい、そうですね、やはりこの2017年はですね、この加入促進月間のですね、この協議会がもっともっと地域の皆さんに浸透して、で地域の皆さんが自治会加入してもらえればとても嬉しく思いますので、またこれからもですね、私たちこの協議会の役員だけではなくて、で自治会長みんな37自治会の会長さんがやっぱり足を運んで地域の、うん、筆頭という感じ で地域おこし町づくりで沖縄市の発展につなげれればなと思いますので、また来年楽しくではないか楽しく自治会の、ね、行事が遅れればいいかなと思っていますので、また来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。矢田さん、各自治会長さんのこう話とか聞いてたりとか、はい、役員の皆さん の, このコミュニケーションをこう、まあね、他から聞いてみるとすごい仲の良さが伝わりましたよ ね。やはりもう皆さん役員の方々もそうですし、うん、もう皆さん人お一人お一人バイタリティとかパ
パワフルな方々が多くて、うん、もうこちらも、ね、本当に元気がもらえると言いますか、うん、いや沖縄していいところだなって改めて思いましたけど ねまだあの年が変わって、まあ、来年度になりますけどね、まあ、役所のこう方々と相談しながらまたコーナー復活ができるように頑張っていきたいと思いますので、はいはい、また来年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。やんでくださいね。さあもう外はすっかり暗くなっておりまして6時まであと5分50秒というところですけれどもね、はい、2016年ラストの木曜日、先ほどはラジオで終わった自治会の、沖縄市自治会長議会の、ね、役員の皆さん、それぞれ来ていただきましたけれども、うん、またあの来年度もね本当にあのこのコーナーが復活できるように動いていきたいと思いますので。本当です ねもう本当に多くの方々にお越しくださいましたもんね。でも30名以上か、はいね、自治会長さんね、はい、ありがとうございました。さあ矢田さん的にも2016年ですけれども、はい、どんな年でした？いやもう縁の年でしたね。ゆかり、はい、もう本当にいろんなご縁がありました、うん、もう1月からもうこうやってねアジラジに木曜日のアシスタントとして、うん、あの関わらせていただいて本当にもう感謝ですね。来年はどんな1年しますか？もう一歩一歩ですね。一つ一つもうできることから丁寧に丁寧に 目先のことを丁寧にやっていきたいと思います。あの運転も含めて、ね、運転と、まあ、車の駐車も含めて、はい、含めてゆっくりゆっくりゆっくりヨーナーでね。わかりました。また来年はですね1月、まあ、年が明けて、はい、5日の放送になるのかな。5日です ね、 多分ね。なるほど。やらいみ最初の登場がありますので、はい、また来年もよろしくお願いいたします。お願いします。アジクーターラジオ、この放送は社会福祉法人人福祉会道代保育園花風美里保育園の提供でお送りしました。木曜日お相手は DJ モーリーとやらあゆみでした。よいお年を。